はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ちょっと変わったお酒です。これなんて読むの？まあ、なんとか酒。デルカップ。かっこ辛口です。これなんて読むのかわかんないけど、まあ、いわゆる薬系の、なんか薬用酒的な。うん。なんとか酒って呼ぶんですよ。で、アルコール度数が 29%。容量が 50ml。値段が100円ぐらいでした。120円ぐらいとかね。デルカップは、朝鮮人参、なんとかなんとか、マムシエキスなどの自然の成分を溶け込ませた美味しい健康の酒です。主な成分、朝鮮人参となんとかかんとか、経皮、肝臓、なんとかかんとか、マムシエキス、ソルピトール、カラメル色素、酸味料と香料。結構読めないのが多い。うん。これなんて読むの？何酒って読むのこれ。大体。デルカップでググります。なんとか酒。東東酒だって。東東酒。株式会社東東酒本舗で販売されている薬用酒及び薬味酒である。あ、一応ジャパニーズなんだね。中国系の酒かなと思ったんですけど。歴史。ウィキペディア読んでますか。元禄3年、過去1690年、江戸の松広町で薬酒店として始まった。クソあれ歴史あるじゃないか。300年ぐらい歴史あるのこれ。店頭の松の木から松の木目印の店として知られ、漢方薬とマムシの黒焼きで江戸中の評判になったと、記録が残る。いや、俺もね、マムシのね、酒作りたいんですけどね、ただね、マムシの酒のね、いる、その、マムシがいる酒の、でね、マムシがいる、その、森っていうか、山にね、行ってね、うん。まあ、怖いっていうのもあるし、あとなんか、あんまり虫に刺されたりするの嫌なんですよね、ああいう森森としたとこ行って。結構俺虫に食われる部類なんで、あんまり行きたくないんですよ。あと、やぶん中入ったりしなきゃいけないでしょ。だからね、なんか嫌なんですよね。なんか蜘蛛の巣とかさ、あるでしょ。そういうの。東東酒。東東酒。株式会社。東京都新宿区だって。東京都新宿区にあるんだが。辛口をビールで割ったり、熱燗で飲もうだって。ほとんどあれじゃねえか。なんか、まあこれ結構どこでも売ってどこでも売ってないか。たまに結構見るんだよね、これね。これは結構見るもんだと思いますけどね。うん。東東酒。ね。あ、120円じゃない ?200 円くらいしたか、これ。多分、値段200円ぐらいしたわ。うん。あ、こちらですね、辛口と甘口がありまして、一応甘口も買ったんですが、うん。うん。まあ甘口と辛口ではだいぶ度数が変わってます。こっ
そちら辛口なんで 29% あるんですが、甘口はたったの 12% しかないです。まあ、ぐだぐだ言っててもしょうがないので飲みましょうか。こういう系の酒結構飲むのは割と初めてなんじゃないかな。じゃあ乾杯。あ、あ、味としてはね、ウォッカに近い。結構割と味が全然しないタイプ。うん。まあ、若干甘いですね。うん。でね、香りがね、ウイスキーっぽい。特にスコッチっぽい。ん？いや、スコッチじゃねえか。ウィス、いや、ラム酒だな。香りラム酒ですね。うん。あ、ラム酒だ。ウイスキーじゃない、ラム酒。香りラム酒ですね。うん。あ、案外辛口やけど、そんなに味も、割とそんなに別に大したことない。うん、まあ、俺、ちなみに、ね、まあ、できることなら、マムシをね、マムシ酒飲んでみたいんですけど、自分で作ってね。一応、割と近くの山にいるらしいっていう話を聞いてますからね。うん。マムシはいるらしいという話は聞いてるんですけど、いかんせん、こう。これロックだな、これな。ほとんど味としてはウォッカだな。ウォッカとラム酒を混ぜたような味。うん。がします。で、なぜかデルカップのコミュニティもありますね。ミクシーですけど。初めてこんなコミュニティあるのか。メンバー数14人。しかも甘口だし。デルカップ甘口を知ってますか？一度飲んだら病みつきになりますだって。10杯飲んだらヘベレケになりますって。需要競争の作用があります。罰ゲームには欠かせませんって。これ罰ゲームにすんのかよ。うまいんだったら罰ゲームならんだろ。アホかよ。いや、これ飲むんだったらあれ飲んだ方がいいと思うぞ。なんだ。陽明酒。絶対陽明酒の方が効きそうな気がする。100%。まあ、陽明酒も飲んだことはあるんですけど、ずーっと前なんで、どんな味だったか忘れたんですよね。忘れたな。でも甘口よか辛口の方が効くらしいです。効きはいいんじゃない？多分聞きはいいと思います。関係ないですけど、昔ね、ヤフオクでね、あれが売ってたんですよ。マムシが。マムシがね、動物として売ってたんですよ。だからそれ買おうかなって、うええ！ああ、これマムシだけか。結構マムシだけはね、売ってます。今、ヤフオクでググりましたよ。あります。今、4000、
で、今、入札6。あと21時間です。うん。ね。結構、マムシ酒はいっぱいありますよ。まあ、1万円あれば買えるでしょう。マムシ酒はね。割と天然物の。うん。1万円あればヤフオクで買えるんで。まあ、ただ、ね。なんか微妙かな、っていう。高いな、っていう感じはあるんで、あんまり。まあ、多分、うまいもんではないと思うんですけど、逆にまずいからこそ、こう、いいっていうのはあると思うんで。ね。まあ、だいたい、マムシ酒は、まあ、5000円から1万円ぐらいで今販売されてますね、だいたいね。今っていうかまあ、数年通して、販売されてますけど。ね、なんかなーって。まあ、俺昔じゃねえや、つい最近でもないけど、数ヶ月前。ね。そう。スズメバチ臭つけましたから。ね。まあ、動画であげましたけど。スズメバチのね、自宅になんかスズメバチが来たから、お、ラッキーと思って捕まえて。ね、あれ、どうなったかな？あれ、今2ヶ月ぐらい経ったかな？お、ちょっとあれですね。ちょこっとエキスが出てます。ちょっと茶色くなってる。気がする。ね、ちょっと茶色くなってる。スズメバチちゃん。スズメバチちゃんが、はい。入っております。これ確か、俺何でいい？ああ。あれか。純でつけたやつだ。純でつけたやつですね。まあ、黄色スズメバチというやつですけど。まあ、ちょこっとつけて。ね。まあ、どんなもんか。これあんまりね、時間経たないで飲むと、これ、逆にスズメバチの毒で、俺が毒っちゃいますから。まあ、虫もそうですけどね。多分、半年ぐらいつけとけば飲めるようになるんじゃないかな。とは思います。が、結構見ると、なんか不純物が、結構見えますね、何か。なんか不純物が入ってる。結構濁ってきてる。これはちょっと怪しいぞ。こさないとちょっといい。精神的にちょっときついわ。うん。まあ。これは、ね。まあ、後で飲むとして、いつか飲むとして。とりあえず放置。まあ問題のデルカップについてですが、これはもう、ね、先ほど言った通り。うん。ウォッカ、味はウォッカ、香りはラム酒。みたいな感じですね。うん。それ以上でもそれ以下でもない。うん。
もうちゃちゃっと評価つけちゃう。コク。いや、別にコクないな。コクはな、普通。甘み。まあ、甘い。うん、まあ、甘いは甘いけど。別に、ウォッカと同じぐらい甘さだからな。別に甘くもない。香り。うん、まあ、香りはもう若干強いんじゃないか。ちょっと変な、香りというか、ラム酒の香りなんだけど、うん。これは、別に大したことない。3343です。ご視聴ありがとうございました。